というわけで1連と10連やろう。まずこれソフトバンクギータはマッチ、ギータはマッチ。そうですよ、今覇王1位ですよ。ギータはマッチ。あーぞー、アウチ。ちょっと待って、さっき上げた動画も自チームソフトバンクにして引いた中村晃だった。もう12分に持ってるんだな。さっき10連で引いてかなり感触が良かったんで、10連でいきましょうか。よし、じゃあ10連でいきますね。いきましょう。いくよ、よし、おお、今日はすごい。だから30連これ連続で全部バチバチきたな。前回の動画と合わせて今回すごいですね。さあ誰、おお、近藤選手、また今度、おえ、うわー、騙していいんすね。お、ロペスナイス、ロペスゴーゴーゴー、頼りになるぜエルちゃん。もそれジャイアンツ時代のやつね。岡田はもう見合った。おい、騙せ演出多いな。お、バレンティンもいいね。あ、これはイベント頑張ってよかったと思えるあれですね。まあ S ランクも出たし、何よりこの S ランクよりもロペス選手が今嬉しいです。はい、というのもですね、まあ、ロペス選手引き当てることができまして、これミートとパワーが3つ差なんですよね。これ見てください。どこいる、いた。で、ミートとパワー3つ差ってすごい同値が狙いやすくてですね、上級小5、ここ打撃職人なんと星1のもので同値になるんで、他もなんかあるかな、高級筆だか、まあでもこっちは星4なんでほっといてですね、打撃職人で同値になれるってかなりいいですよね。はい、というやつです。というわけで、ぜひ、ロペス同値にしたいっすね。これ、ロペス同値になったらかなり、またチーム的にも助かるかなというところでございました。はい、というわけで、今日はなんか、運が良かったですね。うんちでも踏んだのかな。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい。というわけで、リアルタイム対戦ね、また始まるんで、そっちも頑張っていきましょう。Twitter の方でね、対戦相手募集したいなと思っております。Twitter、@AkiGameTV、フォローお願いします。そして、実写チャンネルの方でも野球の動画を最近かなり更新しております。さっき確かめてみたら、なんと、4本ぐらい連続で、たまたま野球の動画になってたんで、ぜひね、実写チャンネルまだ見たことなかったっていう方は、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。ロサリオ、応援しましょう。ありがとうございます。ロサリオ。足が速いということが本日判明しました。早くパワープロのデータを見たい秋でございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。